沖縄アリーナは沖縄県沖縄市の小座運動公園にある多目的アリーナである。アリーナが建設する以前は闘牛場があり2017年10月のオレンジレンジプレゼンツテレビズナイトレイチナイン闘牛場ファイナルをもって閉場。同地に1万人規模のアリーナ施設の建設を進めることとなった。概算事業費は概算で本体の工事費が 約135億7200万円。外交校や駐車場整備などを含む、その他工事費を22億8500万円と算出。事業収入は年間3億3000万円。支出も同額と想定。健全な経営が行われれば年間4000万円程度の指定管理料で維持できると試算している。また、経済波及効果は建設時、 約267億円、単年度運用時で約133億円と試算している。琉球ゴールデンキングスのスポーツ工業を中心に、コンサートや展示会などにも対応できるようにする。また、バスや駐車場を含む交通面の整備、周辺地域や飲食、宿泊業などの付帯産業と連携を進め、経済波及効果の最大化、防災拠点としての役割も持たせる。 なお、2023年にフィリピン・インドネシアとの共催で開催される2023年フィババスケットボールワールドカップの会場となる。コンクリート床仕上げのイベントフロアは県内最大の床面積を誇り、アリーナの天井から510インチの大型映像装置が吊り下げられており、演出に活用できる設計になっている。 沖縄アリーナの建設予定地2016年9月15日、沖縄市は沖縄市多目的アリーナ施設等整備全体計画調査業務報告書を公表。同地に1万人規模のアリーナ施設の建設を進めることになった。2016年度中に実施設計を終え、当初は17年末に本体工事に着工し、2020年度にオープンする予定であった。 9月25日寄港。施設は、米軍再編事業の進展に応じて支給される、再編推進事業補助金などを活用する。メインアリーナとサブアリーナ、多目的室を設け、2020年9月の工事完了を目指している。天候に左右されない、沖縄県内初の全天候型大規模アリーナとして、スポーツやコンサートなどのエンターテイメント事業の開催を見込む。 7月10日、琉球ゴールデンキングスを運営する沖縄バスケットボール株式会社のグループ会社沖縄アリーナ株式会社がアリーナの指定管理者の候補者として決定。また同日、琉球ゴールデンキングスはエーベックスとの業務提携の合意を発表。アリーナエンタテインメントにおける取り組みが進められることになる。9月6日、2021年の B リーグオールスターゲームの開催を発表した。2月18日、沖縄市から自然災害の発生による後期延長により実施予定日までの進行の確約が難しいことから2021年に予定していたオールスターゲームの開催を2022年に延期することを発表した。着工した2018年8月頃には廃棄物、混じり土が見つかり、 2019年1月には環境基準値の5倍を上回る六角ロムが検出。さらに同年に発生した台風の影響によりアリーナ建設が遅延されていた。5月11日、FIBA は2023年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップの日程を発表した。アリーナでは8カ国で構成される1グループの予選ラウンドなどが行われる。 8月7日、沖縄市議会で建設工事の受け負い契約変更議案を全会一致で可決。総事業費は予定金額より約2億8000万円増額し、約162億3000万円となった。また、台風に伴う建設資材の遅れなどを踏まえ、2021年3月までの完成が決まった。4月10日から5月末までプレオープニングイベントを 開催予定。6月からの本格稼働開始前に B リーグ2020から21シーズンにおける琉球ゴールデンキングスのホームゲームを実施予定。さらにチャンピオンシップに関しホーム開催権を獲得した場合には沖縄アリーナで開催することになっている。ありがとうございます。